今回は、9日の最新アプデで珍位にまさかの強化が入り〇〇に性能変更へ、に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。珍位体験サーバーで9日にアプデ入って強化されたのか。アンディはもう使われないだろう。珍位強化前から強いのにさらに強くなった。アンディはデジタルフィギュアからリアルフィギュアに転生してお金を絞る仕事についてるよ。珍位強化を入ればどこにでも入れられんのか。アンディは全国のアキラに嫁入りしたから。うちはアンディとカリンが大好きなんで二人ともレベル60です。お前いいやつだな。アンディはそのうち S 強行になって帰ってきそう。アンディこのままで終わるのもったいないし、そのうち S キャラ追加欲しいわね。11号と同僚だった頃のアンディが来るか。チンコはパッシブ 3% から 4% にバフ、最大60から80されたんか。2と津田と最大 108%言うて元のブレイク倍率 150%、230%、258% だから無凸とのダメージ増分は 12% 程度だし、無理して凸るほどではないか。無凸で10分強そう。見た目も強化してくれ。60% ハマー強いくらいだけど 80% は確実に強いわ。通常3段目のブレイク効率上がったのが大きい。ブレイク自体はアンディの方が速かったから、ブレイク速度で差別化測ってるのかと思ったら違うのかよ。わざわざ A ランクキャラと差別化する必要ないだろ。限定 S なんだから A の完全上位互換でいい。差別化云々なんて限定 S 同士での話。チン引くから強化は全然 A ニャがアンディ好きだから使い道なくなるのは残念。向上 A だし仕方ないけどね。覚醒アンディを楽しみに待つ。チン位は貫突するが、アンディは縛りプレイで使うぞ。育成ゲーだからな、全員育ててなんぼ。チン位再戦無凸でもブレイク弱体倍率 80% で、雷冠さんの倍以上キャラとも期貫突したらブレイク弱体倍率 108%、 防御デバフ 18%、 全体性デバフ 20%、 チーム全員よだね 40% バフする。このゲーム壊れちゃうわー。無凸チン位 30%、 雷冠 35% じゃない。コアスキルだからレベル上げて強化すれば上がる。機能まではレベル1で 30% の MAX60% だったのが、今日情報入ってレベル1で 40% の MAX80% になった。見てきたらマジだった。派手に強くなってる。私が直してあげようね、かわいこちゃん。ここで聞いた話だけど、アンディちゃんも貫突でなかなかのブレイク性能と聞いた。そのせいかジェーンさんのガチャ回したくなってきた。残念ながらアンディは4突でも貫突でもブレイク性能上がらない。3突と5突でスキルレベル上がる分くらい。こんな直前に強化入れてくるだ。ブレイク弱体倍率 35% の雷冠さんが強いって言われてたのに、珍位は 80%。 なんなら2突まで行くとブレイク弱体倍率 108% まで上がって、防御 15% デバフまでついてくる。1年くらい経ってから出すキャラだろってなってる。先行プレイで出てる数字は無凸で最大 60%、 2凸で約 80% だよ。8日まではそうだったんだけど、情報修正されたらしい。実装時にはまた変わるかもしれぬ。確かに変わってるね。もうかなりギリギリなのに調整迷ってる感じで怖いな。欲しくなるけど、A がカリンとビリーだしな。くれたか、ライカンいるならジェーンまで我慢してアンディ貫突させた方が総合火力は高くなりそう。情報修正なくても良い感じに言われてたのに、運営さん。珍位はゼガシでも引いて欲しそう。でも普段表に出てないとデバフ効果十分に発揮しないタイプのブレイクって迷うんだよね。ずっと強行前に出してる場合とどっちが楽なんだろ。撃破引いとけよって運営からのメッセージなのか、やけくそ調整なのか。果たして主演パーティーと11号パワー今の 1.5 倍くらい稼げるようになる。ナーフされるよりはアッパーされる方が良い。ナーフは普通にやれるからね。珍位の強化いいね。ブレイク弱体倍率めっちゃ上がったし、通常3段目や強化通常2ダメ 40% 軽減ついたなら、高難易度での使いやすさもかなり上がってる。珍位の倍率バグってるじゃん。80% 増加はやりすぎな気がする。単純にブレイク時のダメージ 1.5 倍になるからね。先行動画見た感じ、このキャラ確保しない理由を探す方が難しいなって思った。万能な追加能力に加えてブレイク弱体倍率プラス広範囲の敵を巻き込める攻撃モーション、
集結スキルを打つためのデシベル値も貯めやすい役割のキャラだから誰よりも火力貢献できる。キンイハブレイク時の防デバフ情報修正入ったのか。撃破は相変わらずアンディだけだし狙おうかな。ライトは A? みたいだし、キンイ引いたらハーフアニバーサリーの壊れキャラ引くまで過剰なガチャ流行らずに済みそう。キンイ、ぶっ壊れてないか?強行キャラいれば追加能力発動するし、ザコボス問わず対処できるし、ブレイクまでずっと表出ていられるし、なんだったらそもそもチンイが火力出せちまう。チンイ、無凸アンディ持ちでいいです。チンイの火力を重視するなら持ち武器の次にアンディ持ちが火力出ると思います。ブレイク速度なら持ちクレタ持ちまな板の恋来感持ちくらいになると思うので、普通にまな板の恋で強そうですね。なるべく失敗を抑えたいがための自分への言い聞かせだったんですが、案外持ちなくてもいいんですね。持ちが一番強いのはそうなんですが、チンイの性能自体が高いので無理課金が無理して持ち武器引かなくてもいいと思ってる派ですね。下手したらガチャ140連とかかかりますし、それだけの価値があると思えるかは人それぞれですからね。俺だったら引かないです。温度器別、チンイのブレイク速度立ち回りにもよると思うけど、チンイ持ちくれた持ちまな板の恋来感持ち、シックスシューターでマラ式電池2型くらいになってくると思う。チンイの火力に期待しないならまな板の恋でいいんじゃないかな。まな板の恋はエネルギー 10P につき、最終衝撃力がプラス 3.2% されていくので、最大80。レベル50のアンディでも衝撃力200を超えることが可能。エネルギーが減らなければ効果は永続。エネルギーが減っても8秒はバフを維持してくれる。ショップで誰でも貫突可能。もっと評価されるべき温度器。チンイの持ち武器、現状必須にはならないですかね。チンイの持ち武器は普通に強いですが、必須とまでは思いませんし、無理課金が無理して引く性能ではないかと思ってます。確かにあったら嬉しい性能ですが、なくてもブレイクはできますし、よだめ 20% バフで編成火力がめちゃくちゃ変わるとかもないので、くれた、雷管の持ちでなんとかなりそうですかね。最悪、次のファンドギフトでシックスシューター使ってみようと思います。デマラ式電池2型とか、まな板の恋でも撃破としての仕事は十二分にこなせると思います。チンイで火力出したい人は持ち武器や突も必須かなという感じですが、普通に撃破運用するのであれば無突確保で全然問題ないですよ。アンディ使用頻度少なくなりそうなんで、デマラチンイに移行させてやってみます。チンイって撃破と支援の性能を合わせ持ってるから、単純なブレイクのしやすさは純粋撃破としては一段を取ってて、アンディとそう変わらないらしいから、その一段を持ち武器で補うって認識でいいのかな。チンイの持ち、通常攻撃への付与だからかブレイク値かなりのパーセント上がってて、くさイベハイフ温度器も普通に優秀で良いね。強い強行がいないならチンイいらないとかいうの見かけたけど、ブレイク時もチンイで殴ればよくね。永久強行より火力出せないわけがない。極端な話、撃破は火力ゼロでブレイク値だけ、強行はブレイク値ゼロで火力だけ、支援は両方ゼロでチームへのバフだけ、みたいなゲームじゃないぞ。エレン雷管チンイパーティーは一つの選択肢としてありだとは思うけど、ゼロ号フォローで事故った時に仕方なく組むレベルだとは思う。2パーティー分で強い編成を考えていけ。支援とチンイを同じ編成にしたいんだが、その場合の支援は2個だよな。クレタとルーシーの育成ようやくまともになってきたところだけど、支援と撃破はいくらあっても困らないから2個育成にシフトするか。チンイ自身は電気相方でシナジー持てないけど、電気相方はシナジーするからリナー動で感電波とか、割と編成自体は思いつく。チンイ強そう。やっぱり工場と限定の差は歴然としてるな。でもまだ初期キャラだし、これから続々と強いキャラが実装されるんだろう。やっぱり性能じゃなくキャラ愛で引くのが一番だな。問題は編成において所属や属性縛りがきつく感じるから、純粋に好きなキャラだけだと本領を発揮できないのが辛い。チンイさん攻撃範囲広いし楽しそうだな。ジェーンズさんに電突破しようかと思ってたけど、キャラとしては好きだし、チンイさんも引きたくなるな。チンイちゃんの攻撃モーション、素早い表現なんだろうけど、ストップモーションみたいで笑ってまうな。チンイ派電気か。電気キャラ最初期にアンディちょろっと育てただけでほぼ手つかずなんだよな。
戦場1海軍はある種運試しして引けたら唯一の電気キャラとして育てるか、主演に事組ませれば無難でしょう、と。人一予想だけど主演に組み合わせるには巫女がパッシブ不発であぶれてしまうからなんとも言い難いアンビーならジェトヤと主演の支援対象で全員パッシブ入るから電気波として使うことになるんかな。バリーでブレイクチためられるけどキャラが交代しちゃう仕様上、人一プラスアンビーのダブル撃破でブレイク祭りとかありなんかな。人一アンビーと同じ電気撃破だけど、いっついたにめっちゃ強い感じかしかもコアスキルかなんかでメンバーのブレイク値上昇とか入るんだよな。主演引いたはいいけどパーティーどうしようか。主演にコア確定で、撃破会場だと思うんだけど。クレタとか書いてあった気もするけど陣営合わないんだよな。ブレイクは強いけど、次の陣営と組めれば理想ではあるんだが石とリソース足りるかな。クレタはもうある程度育って入る。アンディは撃破としてはブレイクしやすいだけのあくまで無用永久キャラの性能。陣営派ブレイクした時にチーム全体の火力が上がる撃破と支援を両方できる性能。さすがにアンディでいいとはならん。雷管と差別化より雷管陣に同時採用してブレイク倍率プラス 95% の方がぶち壊れ感ある2突したらプラス 114% だから倍率 200% の敵に対して上残 314% でボコボコにできる。アンビー育ててたけど陣には取ります。アンビー中断耐性と無敵少ないから陣の方が断然強いよ。でもなんか使い分けできるらしいね。アンビーの方がブレイクさせやすいって聞いた。防衛戦とかのタイム重要なコンテンツやと火力出しつつブレイクできる陣位の方がいいってなりそうよね。陣位は別に無凸でよくね。強いて言うなら1凸したら開幕戦闘が楽&デバフ増えるから良さそう。陣位、凸効果とかは間違いなく強いし、バフデバフも強いんだけど、肝心のブレイクスピードはどうなんだろう。主演編成だと意外とクレタでいい説がある。強パリーでもないし、陣位は引きに行くけど、全レスって編成ゲーだから陣位と相性いいのって絶対主演と相性いいよなぁけどここで回すのはなぁっていう迷い。主演の編成がクソ雑魚になるから防衛戦は陣位パイセンを主演に入れるけど、陣位雷管エレン編成で遊びたいな。まさかブレイク弱体倍率重複するとは思わなかったよ。さすがにやってるだろ。追加能力の発動条件が強行は同時に8編成っていうのが万能すぎる。陣位先輩欲しいから後輩スルーしたいけど、絶対後から組み合わせて欲しくなるんよな。ゼンゼロは陣営で編成したい欲すごい。なお1番組みたいビクリア火星。陣位持ち強いねー。あと1突効果もヤバめ。これは引いた方がいいっぽいけどまだ迷う。宮城が雷なら引きに行くんだけども、ただ装備なしだと通常攻撃でのブレイクするまでの時間はアンビーとそんな変わらないっぽい。アンビーは回避反撃時のブレイク値かなり高いから陣位と違う使い道はあると思うけど、2パーティー組むし、そもそも撃破の回避反撃自体が敵の攻撃が来るまでブレイクゲージ貯められない欠陥モーションなので、結局雷管とか陣位推定みたいに自分で殴りに行ってブレイクする方が当然強いと思います。というか陣位が完全アンビーの上位互換で泣きそうなんよ。素早い電気撃破ブレイク値、蓄積の弱体化、一定攻撃で電気フィールド作るみたいなの完全に上位互換やん。けしゃーなしやけどアンビー押し泣いてるぞこれ。JMSQ パイパーって感じやし強そうやけど、まあパイパーで良い説もあるし、主演引いたら陣位とボンプセット感あるし、一定的にも全然間に合ってないから、まさなおまだ誰も引かんでいいかなって気分ではある。陣位治安官なのにすげえ格好だと思ってたけど、ファンタジー世界でもモナの格好はありえなかったわ。別に可愛ければ良いんだった。陣位パイセンはアタッカーいたらどこでも強いって言ってるからな。普通に双角エレンに入れても強いだろうし、倍率によっては狼より相性いい可能性もありそう。順位欲しいけどどうせアンビー使うからガチャ引きたくないのに、前半はビリーが排出アップで後半はアンビー排出アップなのマジでヤバい。もう性能関係なく貫突へどっち取るかの方が重要や。順位さすがに息長いだろうし 1.2 が欠片も引く気にならないので、持ち武器まで確保したサールテか武器ガチャくらいすり抜けなしか天井50くらいでよくねえか。フィリーのためにチューナーを使って回心率のディスクを用意したんだけど、こいつ4突したら率漏れるんだね。珍味ガチャで4突できたらダメのディスクを用意しないとな。
しみ、キャラとしてシンプルに好みだし触ってみたいのもそうなんだけど、そもそも現状最強アタッカーである主演との相性が良さそうすぎてなるべくゲットしたい。順位、ブレイク弱体倍率アップと追加能力発動条件が強行稼働陣営ということで汎用性はあるけど、本当に強いかどうかは今後追加されていくキャラクター次第だな。ブレイク弱体倍率 60% アップか。シンプルに強い。いかがでしたか？このチャンネルでは今後もジェンレスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると持論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。